国鉄は不二万線経過車は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が製作した貨車である。本形式は、二軸客車改造の老朽車商社の代替として、1933年から1939年に、かけて、記車製造、日本車両製造本店、出店及び鉄道省大井工場、大宮工場、高取工場、長野工場、土崎工場、 苗母工場、名古屋工場、水田工場、小倉工場、五稜郭工場、森岡工場で775両が申請された。初の厚生有害環球車で乗務員用設備を改善、車体の大きさは15トン石有害車と同じだが、貨物室は2トン積と小さく、鮮魚など混載に不適な小口貨物にもっぱら、用いられた。一方、車掌室は広く居住性も優れ、 車掌室側には手ブレーキを設けた出入用デッキがある。当初は伝統、ストーブともなかったが、ストーブは1952年からの更新修繕の際に設置された。荷重の偏りを考慮し、軸鏡 4200mm と15トン石油害者より長くし、貨物室側に偏った軸配置とした。オーバーハングは、 貨物室側が 1215mm、車掌室側が 1615mm である。これらの仕様は以降の有害環球車に踏襲されている。軸板熱流けはリンク式で最高運転速度は時速 65km であった。車軸は10トン、または12トン長軸で太平洋戦争後に申請された同様の車体に短軸を使用する和風22000型とは、 この点で異なる。1938年から1939年にかけて陸軍の要請により一両が中国北市方面に標準機に改め機の上送られたが、その後の消息は不明である。図書は黒、寸法関係は 全長 7830mm、全幅 2640mm、全高 3685mm、自長9.3トンで2.0トンの貨物を積載できる。貨物室には幅 1200mm の2役用構成引き戸が設置され、床には2すり木が設けられている。 貨物室の床面積は5.4平方メートル、容積は11.9立方メートルである。本形式は、1968年10月1日ダイヤ改正に、伴い二段リンク化改造を受け、最高速度時速75キロメートル対応とされた。一部の未改造車は、原版の10万位に1位を付加して、和布12万線型に変更され、低速車を示す、路と、 黄色の帯を表記して、北海道内封じ込めで使用された。1968年度末の、量数は、和風2万線型が584両、和風12万線型が114両であったが、和風12万線型は1975年度までに、和風2万線型は1985年度までに、全車廃車になった。貨物鉄道博物館に保存されている。 和風に万11201977年に和風に万千1 2 0が性能鉄道に譲渡された。主に中半線での推進運転用に記的と空気ダめを設置して使用されていたが、1990年頃から中半線が休止状態になりおのずと当社も運用されなくなり、末期は美濃赤坂駅構内に留置されていた。その後2002年3月に廃車にされ、 三重県稲部市の貨物鉄道博物館へ譲渡され、当館で保存されている。ありがとうございます。